西暦189年、漢王朝第12代皇帝劉邦、崩御。家臣大将軍は実の妹片井侯と劉邦の子劉弁を皇帝の座に就かせた。しかし劉邦のもう一人の息子劉強を支持する勢力との間で朝廷は二つに割れた。さらに宦官集団十条寺筆頭長条は劉強の祖母永楽太后太后に取り入った。しきりに宦官中滅を訴える家臣大将軍と袁紹から自らの地位を守るためである。漢王朝は混乱し、その命脈は尽き果てようとしていた。曹操、曹操はおるか。この天下の一大事に貴様は一体何をしておるのだ。これほどの人間がなぜ曹操のもとに集まる。何の用だ。家臣殿は今朝天下に檄を飛ばしたぞ。檄。漢王朝を正すため宦官中滅を天下の公論とするように俺が家臣殿に進言し、全土に号令となって発せられたのだ。ついに袁紹殿は王朝の腐敗を招いた宦官たちを目の敵にしていたからな。まもなく各地の軍友がこの洛陽に集結し、天下の災いを取り払うのだ。その天下の公論は北の董卓にも届けたのか。当然であろう。兵州の長周牧なのだからな。袁紹、董卓が何者であるか分かっているのか。何を恐れることがある。天地人だ袁紹。今この腐敗の中心から離れていることが董卓にとってどれほどの地の利か。さらに勇猛でなる北方の騎馬民族を兵力に従えておることで陣の利が備わっていることを疑いようがない。その上あろうことか天の利まで与えた者がいる。天下の公論、天下の大義と称される者にわざわざ召し抱えられる董卓にとってこれほどの天の利はないであろうな。袁紹、二歩下がれば長泣くぞ。他人の軍と兵で己の意向を示そうとは、家臣という男、想像以上に卑しい奴ですな。しかも、わざわざ我らを呼び寄せるとは。董卓殿、この知恵の浅い招きに乗らぬ手はありますまい。リージュ、全軍に女を立てと命令だ。西暦189年夏、平州州牧董卓、精鋭3000を率い洛陽へ出陣。劉強様を担ぎ出そうとしていた永楽太后太后様が毒殺されました。恐ろしや片井侯。しかも袁紹が呼んだ各地の軍友がこの洛陽に続々と参集。董卓までもがこちらに向かっております。我らにとりこれはまさに窮地にございます。董卓は無法の者と聞く。無法の札は使いようがある。朝廷をこの手に収めるために董卓を取り込み宦官中滅を訴える家臣を。明晩片井侯の名で勅令を発し家臣を参大させよ。天下の大権を握るというのも大義なものじゃ。実の妹ながら太后のお召しとあらば昼夜問わず参大せねばならぬ。これではこの映画を楽しんでおる間もないわ。
黙ら。炎章様、これは紛れもなく長城の企みにございます。長城が墓穴を掘ったから、この炎章に宦官中滅の大義名分を与えおった。これで董卓を宮中に入れることなく肩がつく。静かに。しかし一気に兵を進めよ。董卓らには伝令を出し、宮廷外に留め置くのだ。はっ。奴が動かねばよいが。よし、わかった。この先は炎章の動きを追え。兵の挙動と伝令の行く先だ。はあ。家臣を撃ったか。長城は最後まで長城だな。突撃！観覧と予感軍は一人残らず叩きで、長城は絶対に逃がせない。そうか、炎章が。しかし、玉を握る限り長城は誰にも撃てぬであろう。長城！長城、宦官が宮廷を捨てるか。まさか天使も。長城を撃てる者がいるとすれば、天守を玉とみなさぬ者だけだ。天守と共にある限り、天下はこの長城の手の内にある。長城様、前方に軍の影が。おめえ、長城、なぜ逃げぬのじゃ。これより天守様のお味方を手に入れまする。十条寺長城なるぞ。董卓殿、よくぞ来てくださった。噂にたがわぬ異常ぶり、心強い限り。あちらに天使様が追わせられる。馬を降り拝謁なさるがよい。董卓殿。悪党には悪党の報いがある。貴様たちの本性は自虐にある。貴様たちが望むように長い時間をかけて死に至らせてやる。そして男の痕跡を一目に晒し、苦と酸と火と木を絡めて地獄に落とす。己の死に様を最後の楽しみにするがよい。長城様、長城様。この長城も置いていたか。董卓の無法の量を見誤るとは。昨夜の騒乱がいかなることであったのか、私には分かりません。しかし陛下をお守りし、ここにお連れしたのはこの董卓にございます。董卓、礼を言うぞ。礼などいらぬ。怖い。
望みは何じゃ。金子か宝物か。この目で選ぶ。ついてまいれ。西暦189年9月、宮廷に入った董卓は片井公を殺害し、劉弁から皇帝の位を剥奪。劉弁の腹違いの弟劉強を新しい皇帝に擁立した。洛陽とはなんとか細くひ弱な都であることか。これは董卓による天下の略奪ぞ。しかし日増しに膨れ上がる董卓の軍勢が相手ではどうにもならぬ。奴に天の利を与えたのはこの袁紹。命に代えてもその暴虐を止めねばならぬ。皇帝陛下ご登殿。皇帝陛下ご登殿。責任を感じた袁紹は董卓を暗殺すべく、皇帝劉強謁見の日、武器を隠し持った配下を官吏たちの中へ紛れ込ませた。手にしたのか。これでは切れぬ。今より先の政変に加わりたる者並びに才覚なく官職にある者の官位を剥奪し、その処罰を行う。では処罰する者の名を申し伝える。提言五府、その方ら二名、家臣による愚帝擁立に加担したる罪は重い。よって教主の刑に処す。おざくな。天を欺く逆賊董卓、たとえ百官のすべてが恐れおののこうとも、この提言、貴様の暴虐を許しはせんぞ。呂布よ、皇帝陛下の御前であろうと、我がしもべは天に代わり貴様を処罰してくれるわ。行け呂布。がなぜ提言のようなものに仕えておる。こんなバカなことはあるまい。勇者呂布よ、この董卓と親子の契りを結ぶべし。そして天下を我らが手中に収めようぞ。なんたること。天下。そうだ、天下だ。野放しにされた董卓の兵たちによりありとあらゆる略奪凌辱が重ねられ、洛陽は無法の都と化した。皇帝皇族貴族どもの墓を掘り起こし、副葬品のことごとくを暴け、金銀財宝を溶かした後、
唐の刻印を押して固めよ。この洛陽のすべてを我が色に染め替えるのだ。人々は次々に無法の都洛陽を脱していった。話とは何だ。炎章、なぜ動かない。今董卓を殺せば天下はお前のものではないか。お前が天下に号令を発せば100万は集まる。お前が天下を伺うにこれほどの機会は二度と巡ってこぬぞ。お前が天下を狙うに董卓よりも俺からの方が楽だと思っておるのだろう。そう考えてほしいのか。だが俺とてお前を知るほどに董卓を知っているわけではない。董卓をいかに引きずり下ろすか、あるいは奴の右腕になるか、今から会って決める。会うのか。三代せよと董卓殿の仰せだ。曹操でござる。黄金の砦で官軍を焼いたのは貴様か。しかり。曹操、この董卓の右腕となれい。あるいは我が眼となり天下を見るがよかろう。今我が眼に見えるものは傍若無人の破壊ぶりに息が詰まるほど恐れをののく洛陽の民なり。恐怖に怯える者は皆董卓という人物の実像を見落としていよう。しかし見える者には見える。悪徳宦官の一層、能力のある人間の登用、しかも自分の子飼いの部下を要職につけず将校にとどめている公正なる処置。誰が俺を評価しろと言った。玉座にある者を下座から何故評価できるのか、それは一つの問いに発している。なぜ玉座にあって自ら皇帝を称されるのか。この曹操には玉座に対する礼はなく、皇帝を称する人間にのみひれ伏す用意がある。なるほど、貴様の望みも天下の主か。望みではない、天意だ。しかるに董卓軍の過剰な殺戮、破壊、暴虐は漢王朝400年の汚濁を拭い去る祭りごとを覆い隠し、人心に恐怖のみを与え、反董卓の勢力に新たなる天を与えようとしている。16000の兵を平然と焼き殺した貴様がそれを言うか。そうそう、貴様は俺によく似ているようだ。女の趣味までも。董卓殿、この大乱の世いつまで続くと思われる。大乱？すでに終わっておろうが。洛陽のみが天下にあらず、一つの勢力が天下を制さぬ限りこの戦乱は長く燃え続く。それが弁令論のあなたの元を去った理由であり、私を選んだ理由でもある。そうそう、貴様は実に面白い。貴様が天下を制するのが先か、この董卓が天下を焼き尽くすのが先か、それを見届けたくなった。しかし貴様は俺のように生きるだろう。しばらくの間貴様を殺さない。行け、そうそう。そうそうは殺されたのではないか。いや、董卓と結託したのかもしれん。奴の動いた結果は想像のつかぬ場合がある。炎章を捕らえ、八つ先にせよと仰せつかった。そうそう。安心しろ炎章。天下に劇を飛ばし反董卓連合を結ぶのだ。お前が董卓に与えた天の利を取り戻すことができる。名手はお前だ炎章。董卓は
今まで見たことがないくらい強いぞ。洛陽を脱し故郷へ戻った曹操の激文は天下を駆け巡った。董卓、天を欺き地をくらまし、君を恣意し国を滅ぼす。今天子の密勅を報じ、大尉の兵を大衆し、軍教を鎮滅せん。激文に至らば即日打ち立たれるべし。土日とかの時間があるときはずっと買い物に行ってるような女の子です。サリの性格はどんな時でも笑っていられるような明るく元気な子です。好きな男性のタイプはサリを一番に思ってくれる一途で優しい男性ですね。私のチャームポイントは笑うとへの字になる目です。小林サリ、これからも明るく元気に頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。